こんにちは、大八郎です。今回は SHB ギアーツ怪獣8号から市川レノ、こちらが届いたので開封していきたいなと思います。3ヶ月連続でね、発売されますけども、第2弾は市川レノ。はい、届きました。良き後輩、カフカの良き後輩で、相棒ですね。いや、本当にいいですね、この人ね。人として素晴らしいなと。はい、思いますが、スーツやっぱかっこいいですね、防衛隊のスーツね。いや、いいですね。なんかね、顔の表情パーツが結構ついてるっぽいです。こうやってパッて見るだけでね、もう全部で5種あるんですよね。で、もう一個ね、怪獣8号のねパーツが入ってるんですよ。まあ、とりあえずね、開けていきたいなと思います。はい、ブリスタの中はこんな感じに入っております。顔のパーツが5つですか、今ついてるの回して多いですね。で、髪の毛のパーツと手首の交換パーツ、あと銃と、なぜか怪獣8号の顔のパーツ、おちゃらけた、顔のパーツですね。別にこれ怪獣8号の時につけてくれてたらいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、で、本体と。はい、なんかね、写真よりも全然ちょっとね、暗い、色が暗い、もうちょっとなんかこの泡とか白っぽい、写真で見えたんですけどね、ちょっとグレーになってますよね、完全にね。はあ、なるほど。はい、では取り出していきたいと思います。はい、では市川レノを見ていきましょう。今は普通のね、真顔です。こんな感じで目が結構猫みたいなシュッとしてますね。はい、やっぱスーツがねかっこいいんですよね、防衛隊のね。特にこれね、ここの肩の部分、はい、出雲テック会社が入ってます、討伐長ですね。いや、背中もかっこいいな、このスーツ。いや、いいですね。はい。で、ここね、横にね、ハンドガンとかついてるんですけども、これなんかとね、ボールジョイントでくっついてて、もうこういう風に動かすことができるんですよね。これ何なんやろ？なんかあんのかな？取り外しができて、またなんか後でつけれるものがあるんでしょうかね。はい、下半身はこんな感じと。でもブーツかっこいいですね。これなんか後ろに出そうな。これエヴァンゲリオンついてましたよね、確かね。こんなんなかったでしたっけ。でも、つま先も動かすことができますね。はい。いや、いいんじゃないですか。稼働も良さそうですね。ちょっとだ。稼働も見ていきましょう。稼働なんですけども、首もめちゃくちゃ動い、いいでしょう。いいですね。ちょっと緩い感じもしますが、全然、はい。で、型と、これ柔らかい素材です。軟質パーツです。いいです。これは、これ独立して動くんでしょうか。こういう、できますね。はい。で、肘と、肘すごいですね、これね。いいですね。いいんじゃないですか。可動域はすごい。はい、で、溝落ちらへんですね。はい。で、ひねりちょっと難しいのかな。で、腰の部分と。はい。で、次は下半身ですね。下半身広げるためにこのボールジョイントで動くようになってるんですかね、これ。そうかな。いろんな向きにね、これハンドガン変えることができます。ハンドガンをね、これ取り出すことはできないですね。取れちゃった。足、膝もすごい曲がってくれますね。で、もちろんロールも入ってますね。はい、で、足首と。いや、いいんじゃないですかね。いいですね。はい。いや、下半身もかなりいいです。腕周りも特にすごいいいですね。ただ、胴体の部分ですね。ここって難しいんかな。
なんかもうちょっと、難しいか。うん、まあデザインもありますからね。で、付属の武器ですね。ライフルです。こんな感じで。いや、かっこいい、これ。まあ、稼働ポイントはありませんね。はい、稼働ポイントはありません。軽いものとなっております。で、顔のパーツ、怪獣8号のパーツですね。はい、ちょっとおちゃらけた、人を小馬鹿にしたような笑顔でございます。下もベローンと伸びてますね。これはね、後で8号につけて、はい、一緒に、市川レノと並べたいなと思いますね。で、あとは市川レノの顔のパーツなんですけども、はい、こうやってざっくりちょっと見ていただきたいなと思います。食いしばり、口を大きく開けてね。あとは視線が横を向いて、眉毛って緑色なん？緑色？へぇー。で、マスクをしてる。僕、これがね、やっぱり一番いいですね。マスクしてる顔。で、怪獣8号とね、市川レノ並べてみたんですけども、怪獣8号がでかい。まあ、大体の SHB アーツのね、サイズは、市川レノのサイズ、大体15センチ、16センチぐらいだと思うんですけども、怪獣8号はね、これ今18センチぐらいあって、かなり大きい部類になってるんじゃないかなと、はい、思いますね。まあ、このほどの、身長差がね、ちゃんと表現されてるということで、今から市川レノを中心にね、ポージング取っていきたいなと思います。武器とかね、あと顔の替えのパーツも、豊富にありますんで、それを使っていきたいなと思います。それでは行ってみましょう。はい、体紹介 SHB ギアーツ怪獣8号から市川レノを開封していきました。で、一通りね、そんな感想なんですけど、まあ、腕周りと、下半身ですね、やっぱりここの可動域は広く、とても、いろんな自由な動きが、ポージングが取れたんじゃないかなと思いました。ただやっぱり胴体ですね、ここはね、いや、もっとひねれたらなって思いました。だからここだけね、惜しいなと
思いましたね。もうちょっとひねりができたら、ここグイッとこういうかっこいいポーズできるのになと思ったんですけども、まあまあまあ、そこら辺がね、まあいろんな、事情があってのことでしょう。はい。で、まああとはですね、表情パーツが豊富にね、今回市川レノにはついてたんですけども、やっぱり表情パーツっていいですね。同じポーズ撮ってても、やっぱり表情変わるだけで、その、なんていうんですかね、背景が変わると言いますか、なんかシーンが変わると言いますかね。いや、もう本当にとても、やっぱ、もう本当、まんま、いや、表情が変わる、パーツやなと思いました。で、ここはね、いろんな表情があるので、自分の好きなパーツで遊べるんじゃないかなと、はい、思いましたね。でまあ、市川レノに関してはですね、おそらくなんですが、僕の予想ですよ。僕の予想なんですけど、もう一回出るんじゃないかなと。はい、別バージョンでね。僕はこれ予想で踏んでおります。はい。だからね、それはね、また出たらいいんじゃないかな、楽しみやなと思っております。で、次、来月ですね、アシロミナ隊長来ます。カフカの、幼馴染ですね。はい、これは楽しみ。武器がね、ついてますからね、足の隊長には。で、おそらくキコルが出るでしょう。キコルが。はい、これは間違いないと思います。篠宮キコルね。まあ、でも個人的にはイハルとかね、まあ、同期生組がね、ちょっともうちょっと出てくれたら面白いんだよなと思いましたけども。はい、まあ、そこら辺はね、楽しみに待っておきたいなと思います。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。